海地未来中学、高等学校は、埼玉県加須市麦倉にある私立中学校、高等学校、学校法人海地学園が運営する。2010年3月をもって閉校した、埼玉県立北川部高等学校の校地や施設を引き継いだ形での新設となったが、公立校の跡地に私立校が置かれるのは珍しいことであるという。開校に先立って、 加ゾ氏が高知を県より購入し、以後10年間は、海地学園に無償で貸し出す形での協力も行われていたが、学校の設立による市の活性化の狙いも含まれていた。2020年3月末、10年の無償貸し出し期間満了に伴い、加ゾ氏による売り払いにより高知及び校舎を取得している。関連校のカイ小学校、中学校、高等学校が、 中学校からの入学者を高校では中高一貫部に高校からの入学者を高等部に分けていることにない未来でも中学入学組と高校入学組の生徒が高校で同じクラスになることは基本的にないただし課外活動やクラブ活動学校行事などは共同で行われる T 未来クラスは東京大学などの最難関国公立大学や医学部を 未来クラスは南関国公立大学を開地クラス生は国公立大学やグマーチなどをはじめとする南関私立大学への合格を目指したカリキュラムでの教育を受ける。また未来クラスは未来ゼミと呼ばれる特別授業も履修する。初年度2学期の未来ゼミは英語で読む世界史としてアメリカの世界史の教科書を使い学習を行っている。 初の東京大学合格者は2014年度の2期生となっている。週1時間、関根ひとしと区別顧問による哲学の授業が行われている。また、ICT も重要と考えていて、PC 環境が整備されているほか、全生徒に iPad が支給されている。他学校における遠足は、中高部1学年では、里山フィールドワーク、 中高部2学年では、ブリティッシュヒルズフィールドワーク、中高部3学年では、探求フィールドワーク、中高部5学年では、ワシントンフィールドワーク、高校部2学年では、カナダ探求フィールドワークがある。また、学力強化合宿として、高校部1学年では、入学式の翌日から、スターティングセミナーが、下記には、中高部4学年5学年と高校部1、 学年高校部に学年合同の勉強合宿がある。埼玉県内だけでなく、群馬県、栃木県、茨城県などの近隣県からの生徒の獲得も、学校の視野に入っており、最終的には、中高合わせて、約1000人規模の確保が計画されている。JR 宇都宮線、東武日光線栗橋駅から、スクールバスで18分。東武日光線や牛駅から徒歩20分。 埼玉県内以外にも群馬県、茨城県、栃木県など多方面からの通学生がいることから各方面からスクールバスが運行されている。スクールバス発着駅は以下の通りありがとうございます。